皆さん、こんにちは。豆チャンネルてっぺです。前回ご紹介いたしました生チョコをもっともっと美味しくするレシピをご紹介いたします。今回使用します生チョコはこちらですね、 400g でかなり安く売っておりましたので、これを半分使います。 200g を今回使用いたします。湯煎で溶かす場合ですね、かなり細かくした方が溶けやすいので入れてください。これね、ここにボウルを入れまして、もう火から下ろした状態でもですね、スピーディーに溶けていってくれます。こう混ぜるとね、溶け残しもなくて、豆乳 60ml ですね、何回かに分けて混ぜてくれて、はい、これで豆乳 60g ね。はい、こんな感じで豆乳とチョコレートを混ぜ終えました。ジャム、今回はいちごジャムを使います。小さじ3杯ぐらい入れておきましょうか。はい、混ぜます。ここに前回なかったですね、この白ワインですね、今回は、しまった、大さじ1杯強ですね、さらに混ぜてください。これね、ラップをですね、敷いといてください。ビャーっとね、流し込みます。ここからがちょっと見ものです。こんな感じでですね、はいはい、お好み焼きのコテですね、平らにしていってください。はい、じゃあ粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やします。ラップから剥がしたいと思います。簡単に剥がれるんでね。はい、だいたい当たりをつけてこんな感じで切っていってください。じゃーんっていう感じ。ココアを適量全体にまんべんなく行き渡らせます。はい、ココアをね、全体にまぶしていってください。はい、非常にプニプニで美味しそうな生チョコが出来上がりました。いただきます。深みのあるフルーティーな生チョコになりました。企画すぐみ調理撮影てっぺでした。 JOBBB 家族ラジオ682でもね、特集しますので、ぜひそちらも聞いてください。おじゃ、次回の動画もさよなら、良い一日を、そして良い生チョコライフを。さよなら。